お元気ですか？谷村新司のラジテレです。2021年からスタートしたこのラジテレ、新しい日常の中のささやかな喜び、これを発見する、そんな番組でありたいなと思っております。今日も笑顔いっぱいにお届けしていこうと思っております。コーヒーでも飲みながら、ゆっくりと始めてまいりましょう。さあ、今回は日本人が大好きな食べ物、お料理、中華料理、これについてお話をしていこうかなと思っております。街が少しずつ動き出して小さな旅が始まってまいりました。それも気をつけながらの旅ではありますが、でも動き出せる喜び、それを感じてらっしゃる方も多いのではないかなと思います。動き始めるとお腹が減る、これはもう当然。その何を食べるか、日本料理を、中心に僕らは、普段食べて育ってきておりますけども、気軽に食べられる外国料理、その中で最も身近な食べ物の一つっていうのが中華です。日本中あるいは世界中どの町に行っても必ずと言っていいほどあるのがこの中華料理店。世界をいろんな町へ旅した時も、大きな町には必ずチャイナタウンっていうのがあります。そしてたくさんの中国料理店がそこに一気に集まっている。サンフランシスコのチャイナタウン行きました。ロサンゼルスもニューヨークも、そしてロンドンでも、チャイナタウンがありました。なかなか日本食が食べられない状況の中で、お米を日本食に近く食べれるものっていうと、やっぱり中華料理になるのかなと思います。それで定期的にやっぱり食べたくなるんですよね。確か1990年、ウィーンでレコーディングをしておりました時に、自分たちの宿が郊外にありまして、その郊外の畑の中のポツンと離れたところにも実は中華料理店の漢字の看板がありました。もうこれだけで感動でしたね。毎日ちょっとヨーロッパの料理、最初の頃はビエナシュニッツェルとかいいねとかって言って食べてるんですけども、どうしてもなんか違うもの食べたくなった時にこの中国料理、中華料理っていうのは一番ありがたい存在でもあります。